はい、おぶさんチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。竹本仏光堂小林です。榎本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速今日も質問に行きたいと思います。はい、お位牌は何で必要なんですかと。はい、必要なんですかということですよね。はい、はい、2回言ってどう思います？お位牌必要ですか？いや、必要ですよ。まあそうですよね。ただ僕らは仕事柄ね、やっぱ馴染みがありますけど、うん、これもこの間お客様のところに行ってね、はい、こう仏壇持ってはったんですよ。はい、でちょっと話してて、でまあその時は仏壇しかなかったんですよね。でまあ亡くなりはったから、うん、はいはい、お位牌とかどうされるんですかっていう話を聞いたら、うん、え、お位牌って何なんみたいな。あ、仏壇あるやん。そもそもやな、仏壇あるかええやん。なるほど、その位牌が何かというところの話になってくる。はい、ですからお位牌というのは基本的にただ置いとくものだけではないんですよ。そこにお飾りすることによって、うん、でご住職様にお魂を入れていただく、お経をすることによって、そこに亡くなった個人様の魂が宿ると言ったらより代になっております。ですからね、必要ということですね。はい、浄土真宗様は使わないんですが、その他のご宗派様はすべからずやっぱりそこに個人様の魂が宿るものだと言ったら言われてて、心の拠り所ですね、僕らにとっては。はいはいはい、そこに対してこう拝んで今日もっていうこと。なるほど、だから必要や、はい、ということですね。そういうことでございます。はい、でなぜこうやっぱ必要になってくるか、位牌の大事さを今から教えていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、でお位牌というのは、はい、まあ言った先ほどと重なるんですけどもね、まあ言ったら個人のね、よりしろ、 そうですね、そこに魂が宿ると、まあ、次の方も言ってもらっていいんですけどね、うん、はいはいはい、ここも重なるんですが、魂、霊が宿る場所だと言われております。で、まあ、こちらの方がね、まあ、歴史がありまして、まあ、あの仏教ですよね。はい、仏教ですからこうインドから来たと思われがちなんですけども、そうですね、こちらはあの中国、中国の儒教の、お位牌は中国文化になるわけですか。中国の儒教のそういう教えとかの流れから来てます。来てると、はい、でこちらの儒教の方でちょっと使われてたものがあるんですけどもね、元になってたものですよね。はい、それがちょっと2つほど呼び方の違いはあるんですけどね。こっちちょっと凝ってきましたね。でこちらです、ね、じゃじゃんと、はい、木種という、まあ、木の札がある。そこに、まあ、名前とかを、あ、名前を、はい、亡くなられた方の名前とか、もうそうなんですよ、もともとそういう官種とか役所の人間とかの名前を書いたりするのに使われてたと言われてます。なるほど。で、まあ、別の呼び方もありましたね。そうですね、はい、まあ、新種と言われてるような言い方もありまして、こういうのがそういう向こうの中国の方で使われてたものが、まあ、鎌倉時代に、あ、鎌倉時代ですね、あの禅宗のお寺さんのそういうのと一緒にこう日本の方に、あ、入ってきたわけ、入ってきて、はいはい、まあ、そこから始まったと言われてまして、でさらに鎌倉時代から進みまして、はい、江戸時代、うん、江戸時代に入ってバッとこう民衆に普及したわけですね。普及していって今の位牌の文化となっていったと。はい、もう今はもうね、あっち当たり前みたいなところありますからね。ですから、あのお位牌というのは必ず使うご宗派には必要なものであり、その亡くなった方ためだけのものではなく、残された方もそこに対して心の拠り所としてね、こちらがね、やっぱり手合わせ対象としてね、はい、いるのに必要だと。なるほど。だからこういうことを踏まえて、はい、お位牌は必要であるというのが今回の結論でございます。はい、また参考にしていただければいいかと思います。本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。